韓国軍関係者によりますと、韓国軍は15日に島根県竹島の実効支配を維持し防御するための軍事訓練を非公開で実施します。訓練は竹島周辺の海域で行われ、空軍や海軍、海上警察の艦艇や航空機などが参加します。去年下期は新型コロナの影響で例年に比べ小規模な訓練となりましたが、15日は例年の規模に戻る見込みです。韓国は1986年以降、毎年2回竹島周辺で訓練を実施しています。